皆さんこんにちは、聴取の近藤でございます。今日はですね、日経に結構ね、僕らの仕事にとっても重要なね、変更になる記事が出てたので、それをね、皆さんとシェアしていきたいんですけど、家族信託ね、今日は土曜日の今、11時なんですけど、この前も家族信託の打ち合わせで、お客さんの家に行って説明をしてきました、家族の前で。で、家族信託って我々証書士にとってはね、久しぶりに来た大きいビッグウェーブで、かなりね、ブームって言っていいぐらい、かなりこう利用が広まってるんですよ。で、なんでそんな家族信託が広まってるかっていうと、それはね、やっぱりね、成年後見が嫌だからなんです。成年後見をね、使いたくないからなんですよ。で、なんで使いたくないかっていうと、例えばね、その家を売る、実家を売ってお金に換えなきゃいけないと、お金に換えてその施設の入居費用を賄わなきゃいけないんだけれども、所有者であるお父さんが認知症になってる。そうすると何も準備してないと成年後見人を選ばなきゃいけないんですね。で、その家族の希望としては、その家さえ売れりゃいいわけですよ。家さえ売ってお金に換えてくれればもういいんだけど、あとはまた家族でやるんだけど、その成年後見制度を使っちゃうと、そのお父さんがね、お亡くなりになるまでずっとこう成年後見制度をね、利用し続けなきゃいけないんですよ。で、それがね、何年続くか分かんないんですけど、例えばね、10年とか続くとするじゃないですか。で、成年後見人にね、僕ら司法書士とか弁護士が選ばれると、月2万とか3万とか、それは10年間かかるわけですよ。で、それは嫌ですよね、それは。それは嫌ですよ。で、しかもね、いろいろとその自宅を売るのにも許可が必要だったりとか、使い勝手がね、あんまり良くないんです。必要な制度ではあるんですけど、やっぱり、ね、現状使い勝手がかなり悪い。で、もうすっかり嫌われ者になっちゃってるんですよ。で、家族信託を使って、家族の中でね、完結するような、自由に売却をしたりとか管理をしたりすることができるような柔軟な仕組みってものが人気が出てるっていう結果になってるんですけど、ですからね、その家族信託っていうのは、その自宅を売却できるようにしておきたいっていうニーズが多分現状一番多いニーズだと思います。で、ニュースね、日経の2021年12月16日朝刊です。で、厚生労働省の専門家会議が2022年からの5カ年計画を示しましたっていうことなんですけど、成年後見制度の利用のね、促進のための使い勝手の変更ってことなんですけど、まず、その亡くなるまでね、ずっと使い続けなきゃいけないってことに関してなんですけど、必要な期間とか事柄に限って使えるような成年後見の仕組みを検討してるそうです。要は自宅を売りたい、で、所有者であるお父さん認知症になってる。そしたら、その後見人を選んで、その売却だけやってくださいと。で、あとはこっちでやりますっていうのも OK ってことです。これすっごい多分ね、実務にはね、ものすごい影響があると思います。例えば今も、不動産を売却するときに、所有者がね、ちょっと認知症気味だっていうことってあるんですよ。かなりあるんですよ。で、そういうときに、成年後見制度っていうのをね、使うと、その先ずっと使い続けなきゃいけないとか、コストがずっとかかるとか、毎年ね、その火災に報告をしなきゃいけないとかっていうのは、それやだですよっていうふうになっちゃうわけです。でも、その1回だけ不動産の売却についてだけ、代理人をね、成年後見人を選んでもらって、その人に売却してもらったら、もうそこで終わりっていう選択肢があるっていうことを示せれば、そしたらね、その危ない橋渡ってね、ギリギリの認知症なんだか、理解してるんだか、理解されてないんだか分かんないような方のやつをね、決済をエイヤで僕らやらなきゃいけないっていうようなリスクも踏まなくてよくなるし、これはね、もう大賛成なんで、もう絶対に進めてほしいなと思います。大賛成。もう前から僕これね、こういうやり方がなんでできないものかって思ってたんですよ。やっぱりね、皆さんそう思ってたと思いますね。あとはその今ね、後見補佐補助っていうね、3つの類型があるんですけど、これも一本化するみたいです。ある程度柔軟に進めていくっていうことだったりとか、そのね、後見人も交代がね、できるようなこととかも柔軟に進められるようになるっていう、これかなりね、大規模な大掛かりな変更がされるんだと思います。やっぱね、成年後見制度ってできてね、今20年ぐらいの若い仕組みなんですけど、まあね、全然利用が進んでないんですよ。ここ5年ぐらいね、利用者の数ってのは20万件ぐらいで、もうね、累積でですよ、20万人ぐらいの人しか使ってない、全く増えてないんですよ。もう成年後見制度を回避するため の, アイディアとかの出し、家族信託もそうですけど、 なるべくだったら信託、成年後見使いたくないっていう感じになっちゃってる。で、これがあればね、成年後見制度ってのはね、ぐんと利用がしやすくなると思うので、ぜひね、これ進めていただきたいなって思います。で、その代わりね、
その自宅売却っていうことだけを目的にした、家族信託っていうものはこれで終了。家族信託ブームはもうちょっとね、ここで一段落するのかなっていう気もします。まあさあね、全体としてはすごく使い勝手が良くなると思うので、すごくねいいニュースだなっていうふうに思います。今日はこれぐらいね、午後もね、地元の信用金庫さんで相続登記義務化のセミナーをやって、その後個別相談が3件入ってます。今日も忙しいです。この動画気に入ったって方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。